お母さんにくっつき甘えている様子に。こちらは乳を飲んでうとうと。およそ300匹の猿が暮らす香川県土庄町のお猿の国では、先月15日に今年初めて猿の赤ちゃんが生まれ、今日までに17匹が誕生し、ベビーラッシュを迎えています。生まれたばかりの赤ちゃんは体長20センチほどで、初めはお母さんから離れようとしませんが、1週間ほど経つと少しずつ周りを歩くようになるということです。赤ちゃん小猿もうすごいいっぱいいて可愛くて、もう餌いっぱいやってしまいました。餌とかさ、取りに行く時とか可愛かった。ほっこりくりしてて非常に愛らしい。この時期にこれでラッキーでした。お猿の国ではこれから6月にかけて出産ラッシュを迎え、およそ30匹の赤ちゃんが生まれる見込みです。